はい、どうも、ヒアリスです。どうも、カイノイスです。はい、今日なんですけども、はい、抽選情報の方が始まりますね。はい、まあ、出てきているので、まあ、あのナイキダンクローのサファリと、はい、ファイヤーレッドの方ですね。そうですね、はい、エアジョーダン5のファイヤーレッドの方出てきていますので、今日はそれをお伝えしたいなと思います。はい、あと、あの酒井の方もね、明日オンラインの、ね、はい、抽選ありますので、はい、そのことをちょっとお伝えしたいなと思っております。はいはい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお届けしているチャンネルとなっております。チャンネル登録の方が済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。高評価もお願いします。はい、それでは早速なんですけども、はい、まずあのナイキ SB ダンクローサファリ、そうですね、ですね、はい、こちらの方がですね、あのジャックオーシャンスポーツですかね、はい、の方で抽選の、これは始まってるんですかね。始まってますね。はいはい、あ、なんか23日の17時から始まってたのかな、はいはい、でこれが終わりが3月25日の17時、そうですね、でウェブ抽選の方があるということなんですね。はい、まあ、こちらの方を、公式のホームページで会員登録してもらって、はい、あと、ジャックオーシャンの、はい、ツイッターか、はい、インスタグラムのフォローしてもらって、はい、それであの応募 の, そのフォームの方に、はい、あの記入してもらってっていう形なんですけど、結構ね、あのややこしかったので、あのちゃんと見てもらった方がいいですね。ああ、そうなんですね。はい、あの概要欄の方に、はい、あの説明の書いてある URL を貼っときますので、はい、ます、気になる方は一度ちゃんとチェックしていただいて、はいはい、あのやっていただけたらなと思います。はい、でまたね、これってなんかあのあんまりね、あの販売店もない少なかったので、はいはい、でなんか今後どこで出るんだろうというところもあるので、はい、まあなんかラストチャンスかもしれないので、いい感じが、まあ、はい、まあ当たるか当たらないかもありますけども、ね、はい、まああの欲しい方は一度、そうですね、チャレンジしてみた方がいかがでしょうか。はい、僕はもう一応あの明日、ね、しました。はい、僕まだなんで、ちょっとまだ後でやるかな。そうですね。はい、まだこの動画が出ておそらく1日ぐらいは余裕あると思うので、はいはい、はい、まあこれで、ね、気になっている方は。そうですね、チャレンジもらったことで、はい、でこのスニーカーなんかえらい人気ありますね。そうですね、なんか値段がすごく上がってるらしくて、ね、そうそうそう、おそらく数が少ないからじゃないですか、ね、なんですかね。はい、で僕は正直ここまで人気あるとは思ってませんでした、ね、あ、そうですね、はあ、あのね、まあ、海外の方でね、まあ、500ドル前後ぐらいで取引されてみたんですけど、はい、この調子だとね、もしかしたらその MX90 のサファリを一応落とし込んでるデザインじゃないですか。はい、エレファントの方もね、すごく値段がつくかもしれないですね。そうですね。はい。まあまあ、あの欲しい方は、はい、チャレンジしてみてください。はい。はい、はい、あと、はい、これがですね、あの、エアジョーダン5のファイヤーレッドですね。ファイヤーレッドなんですけども、はい、こちらもね、抽選情報まだ出てきてまして、始まってましたね。はい。はい、まあ、これがですね、はい、ABC マ, ABC マートの公式アプリの方をダウンロードしてもらって、はい、まあ、会員登録とかね、はい、しとかないといけないんですけども、はい、まあ、した上で、なんか会員番号みたいなのが発行されるんですかね。あ、はい、それをなんか申し込みの、はい、ホームの時には入力しないといけなかったりとかするので、はい、まあ、細かいというか、詳しい情報については、はい、公式のホームページの方を、ね、こちらの概要欄に貼っておきますので、はい、そちらの方でやり方チェックしていただいて、応募していただけたらなと思います。はい、で、まあ、これすでに、はい、抽選の方というか、始まってますね。はい、受付はもう始まっていて、はい、で、これがですね、25日の、はい、水曜日のお昼、12時までとなっておりますので、明日ということですね。はい、もうこれ僕も申し込みました、ね。あ、僕も先ほど、ピアです、教えてもらったので、そうですね、申し込んだんですけど、一つだけあれなんです。これね、店頭の方で受け取りをしないといけないみたいな。あ、ってなってましたね。はい。はい、まあ、最寄りにね、ABC マート、グランドストアでしたっけ、そうですね。の方がね、ある方は、ある方は。そちらの方、はい、まあ、それ、受け取り店指定しないとダメです。あ、そうなんですよね。はい。っていうことですね。はい。まあ、選んでいただいて、はい、まあ、取りに行けるんですよね。はい。あれですよね、エアジョーダン5のファイヤーレッドに関して、はい、割とあれですよね、ウェブ抽選といいますか、オンラインの販売が多いので。そうですね。僕、はい、結構めんどくさいとこは、はい、応募方法が、はい、やってないです。ああ、バイトとかですか。なるほど。あと、まあ、アンディヒーって言うのもそうかな。ああ、なるほどね。はい、はい。スタンプスがどうとかですか、ね。とか、ね、あれ、まあ、なんかその辺はちょっともう、めんどだなと思って、やれなかったんで。なるほど。はい。まあ、比較的申し込みやすいやつについては、ああ、そうですね。はい。あとはまあ当日神頼みかな。あ、そうですね。3月28日にまあスニーカーズの方か、そうあとまあビリスもね、オンラインもあるので、そうです、そうです。はい、ね、アタモスの方の、はい、いわゆるその、詳細の方がまだできてないので、はい。はい、まあ、またこっち分かればこちらの方で。そうですね、お伝えしたいなと。はい、で、まあ、このスニーカーに関して言えば、はい、まあ、日本が先にどうも発売されるみたいで、あ、そうですね、海外の発売っていうのは4月なんですね。そう、はい、先になっているので、はい、まあ、海外抽選も、チャンスとしてはまだ残ってるのかな、1ヶ月後ぐらいにね、いうとこですよね。はい、はい、なるほど、そうですね、日本で買えなくてもそっちで買うとかみたいなことは、はい、1ヶ月遅れるかなと思ったんですよね。はい、はい、まあまあ世の中事情もどうなのかわかんないですけど、あ、そうですね、はい、はい、
まあまあ期待しつつ、はい、それも待ちたいなと、まあ、もし買えなかったらですけど、はいはい、っていう状況ですかね、まあ、欲しいですね、欲しいですね。僕らこの動画やってまして、はい、フィアレスと僕がですね同時になんていうんですかね、その書いたよっていう紹介をしたことないので、一回もないです、一回もないですね、どっちかが書いてみたいな感じなの で、ちょっとファイヤーレッドそれちょっとやりたいですね、二、はい、人で行こうみたいななんかね、今回のこのスニーカーに関して言うと、はい、やっぱり なんていうんですか、普段あんまりスニーカー、はい、興味ない方も、その当時なんか、まあ、アニメが好きだったりとか、あ、なるほど、はい、っていうのとかもあって、まあまあ、今回欲しいなって言ってる方、大食いみたいな。そうですね。僕自身が90年代に、買ってないので、これは。はいはい。はい。まあ、復刻されてるんですけど、99年か2000年かな。その時にはね、ちょっとナイキから離れてたんで、はいはい。はい。なんで、まあ、このタイミングで買いたいなっていう感じですかね。なかなか競争率高そうな気がします、ね。ああ、そうですね。はい。はい、でもまあね、なんていうんですかね、都心じゃない方にもチャンスがあると言いますか。まあ、オンラインなんで、ね。はい。って思うんですけどね。だから欲しい方にね、行き渡ればいいなって思うんですけど。そうです、ね。はい。ああ。まあ、僕らの追加の方が気になる方は、まだチャンネル登録のよろしくお願いします。はい。はい、3月25日の堺ですね。はい。なんか10時からというふうになってるんですけども、はい、これがね、インスタの方で、伝えられている堺のストアのホームページに、はい、繋がらないというか、まあ、繋げたところで、なんていうか、準備中みたいな。ああ、そうですね。画面ですよね。はい、なので、まあ、ちょっとどうなるのかなっていうところですけど。そうですね。はい。そのオンラインストアの URL の方を、概要欄の方に貼っときますので、はい。はい、明日ね、狙われる方は、まあ、そちらから見てもらえればなと思うんですけど、はい。これちょっと早めにオープンしておいてもらったら、会員登録とか必要なので、ああ、そうですね。すぐに買える状態にできるんですけど、なんか、はい、その辺の。全くページがね、ページの方がね、ないので。これ前回のページですよね、多分ね。前回のやつを閉じた感じですよね、はい。いわゆるあれですよね、ありがとうございましたっていうページですよね。そうそう、また来てね、みたいな。はい、See you っていう言葉を、まあ、またねとか、いろんな、いろんな言語でね、はい、変えてるんですけど。変えてますよね。はい、まあ、これ僕、変えてないんで、LD ワッフル。あ、はい、はい。白か黒をね、明日のね、まあ、10時からオンラインチャレンジしようかなと思ってるんですけど。はいはい、なんかこれも珍しいぐらい音沙汰ないですよね。なんか結構、そうですね。出たりするんですけど、はい、全然ないですもんね。まあ、堺のホームページのニュースという部分に、まあ、書いてたぐらいですかね。あ、ホームページに書いてました。はい、はい、はい。なんか、青山の店舗では今回は販売しないみたい、みたいですね。はい、まあ、世の中事情ですかね。まあ、並ばせるのもどうかなっていうのが。はい、あるのかもしれないですね。まあ、青山の店舗といえばね、まあ、カウズであったりとか、はい、映画監督のね、ソフィア・コッポロがね、来日した際は買い物してるんですからね。ああ、そうですね。はい、よく撮られてますよね、インスタグラムの方にね。はい。はい、まあ、今回ね、はい、2つの抽選情報と、そうですね。はい、明日のオンラインチャレンジの情報をちょっとまあお届けしたんですけども、はい、まあ、僕らのね、結果の方が気になる方は、またチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、今日はちなみに音楽情報あるんですか？そうですね。次の動画で話します。あ、次の動画で。まあ、引っ張るような方でもないんですけどね。あ、そうなんですね。はい、まあ、じゃあ、次の動画で、また音楽情報でやりますので、はい、気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは本日は以上になります。ヒアレスでした。はい、ノイズでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I ticked at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's, can't listen, but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself.